開いたファイルを閉じる方法について説明します。Excel は終了せずに、ファイルのみ閉じます。Office ボタンをクリックし、閉じるをクリックするか、右上にあるウィンドウを閉じるボタンをクリックします。このように Excel は起動したまま、ファイルのみ閉じることができます。